開幕まであと4日と迫ったソチオリンピック。昨日選手村では日本代表選手団の橋本聖子団長やスピードスケートの選手などが参加して入村式が行われました。次第に高まってきたオリンピックムード。一方、テロに対する警戒も厳戒態勢に入っています。オリンピックパークから車で10分ほどの住宅街です。その近くのあちら、小高い山の上、ドーム型の建物の手前に黒っぽいミサイルのようなものが見えます。オリンピック会場周辺に配備された地対空ミサイル。市内最大級のショッピングモールでは、このように駐車場に入る車1台1台止めて入念なチェックをしています。あのような鏡のようなもので車の下の部分まで見ていますね。去年12月29日、ロシア南部のボルゴグラードの駅で自爆テロが発生。さらにその翌日にもボルゴグラードでバスが爆破されるテロが起きています。ソチの周辺で相次ぐテロ。ソチ近くにある北カフカス地方にはチェチェン共和国やダゲスタン共和国などイスラム過激派の拠点と言われている地域があります。ロシアの治安当局は先週木曜日、ボルゴグラードでの自爆テロの実行犯についてダゲスタン共和国を拠点としていると発表しました。さらにソチ周辺で繰り返されるテロにはある組織が関わっているとされています。ソチ市内のショッピングモールの駐車場で見つけたのは、さらに空港でも指名手配というふうに書かれています。手配書には黒いスカーフを巻いた女の写真が。そこには未亡人という文字。女たちは黒い未亡人と呼ばれているのです。ワード、黒い未亡人。黒い未亡人についてイスラム情勢に詳しい専門家は、ロシアあるいはそのチェチェン政府軍に夫を殺されたあの未亡人たちの組織に黒い未亡人と言われる組織があります。ソビエト連邦崩壊後、チェチェン共和国はロシアから独立しようとしましたが、武力で押さえつけられ阻止されました。その後も続いた衝突、ロシアとの戦いで夫を亡くした女は黒い未亡人という組織を作り、その恨みから自爆テロを行っているといいます。2010年3月にモスクワの地下鉄で起きた自爆テロ。この時の実行犯とされたのは当時17歳の少女。夫をロシアとの戦いで亡くしたという彼女は3ヶ月ほどテロリストの訓練を受け自爆テロを起こしたとされています。さらに去年10月にボルゴグラードで起きたバス車内での自爆テロ。地元メディアによりますと、この実行犯も黒い未亡人の一人だといいます。さらにソチオリンピックがイスラム過激派によるテロの標的となるのにはある背景も。ソチは今からおよそ150年前ロシア帝国が先住民と戦った戦地として知られている場所なのです。当時ロシア帝国と戦ったイスラム系のチェルケス人は戦いに敗れ、その多くが殺されたり国外に追放されたりしたといいます。そのためイスラム武装勢力は先祖が殺されたソチでのオリンピック開催を許さないとし、テロを予告しているのです。ソチ郊外にあるチェルケス人の集落を訪ねると、町の中にはイスラム教の礼拝所モスクがありました。イスラム там где идет там не должно быть кровопролитие там не должно быть насилие там не должно уничтожение там не должно быть экстремизма там не должно быть терроризма。テロはイスラム教の教えに反すると強調。
住民たちもオリンピックを支持すると語りました。オリンピアドもパデジュワイポイトボーデテロに対する厳戒態勢が敷かれる措置。平和の祭典オリンピックは安全に行われるのでしょうか。